さあ始まりました DNA エコロジーの時間です。この番組は毎週日曜日朝8時から放送させていただいております。毎回ゲストさんをお招きしてですね、いろんな対談トークを行っていますが、まずこの番組の趣旨としてはですね、地球環境をより良くしたいということが一つと、もう一つは聞いてくださってる皆さんに幸せとか、例えばチャレンジしたいと思っている人に勇気づけたりですね、何か生活のヒントになったらなと思って続けている番組でございます。今回のゲストもね、またビッグゲストが来てくださってるんですが、もう早速紹介させてもらえたらなと思います。じゃあまずよろしくお願いしますからですね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お忙しい中、本当すいません。こちらこそ今お願い回しですます。ね、ラッパーって言わせてもらっても問題ないですよね。はい。はい。ラッパーのユニットを組んでらっしゃるラッパーさんなんですけど、今、様々な活動をされてる中で、こうやって番組出てくださってるの、本当ありがたいなと思うんですけど、まずチームの紹介と、はい。お二人の自己紹介をしていただけたら嬉しいなと思います。お願いします。岡山県の吉備中央町っていう田舎の町を地元拠点として活動しているセンターザマイクの葵とリンクスです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。イエーイ。本名ですよね。違僕うんは、ですか。僕は本名です。僕も本名。ああ、い。出します。はい。はい。ありがとうございます。結成されて、今、はい。結構、Apple Music とかでもすぐに聞けますし、YouTube でもそう見ていただけるんですけど、沖縄の方でまだ知らない方はぜひチェックしていただけたらなと思います。ですね。よろしくお願いメしンバーはお願いします。メンバーは2人じゃないですよね。そうですね、全員で10人います。10人のグループで、はい。今回はお二人、リクさんと葵さんが来てくださってるというような形になります。そうですね。はい。で、いろいろ聞きたいことがいっぱいあるんですけど、どまうずぞ。結成されたのは、どのぐらい前ですか？は、2022年嘘。2022年の3月30日が一応結成日ですね。ああ、なるほど。その日に、こう、最初の10人でのマイクリレーの曲を YouTube にアップしてっていう感じですね。なるほど。はい。実はですね、視聴者の皆様聞いてほしいんですけど、結成されたのは2022年ですけど、もともと、スタートされてるのはもっと前だそうすで、ごびっくい、りしたんわですやけりど、ぐってくれてる。 そうで すすごいね。びっくりしたんですけど、どのくらい前ですかね。結成っていうか、始めたのは中学校2年生うん。が中学始2まり年ま生の時の同級生の集まりなんですよね。す。そうです。全員地元の中学校、地元に1個しかない中学校の同級生です。みんな同じクラスだったんですか？いや、クラスは別々でした。2つしかえないです。え。あ、2つのクラスの中で、はい。ラップをしたい。ラップがスタートですか？フリースタイルがちょうど、ちょっと、ブームっていうか、流行ってて、はい。最初みんなでフリースタイルするようになって、学校のトイレとか、休み時間とかに。はで、そっから、曲とかも聴いたりとか。で、一回、高校みんな進学して、バラバラになって、で、高校卒業して就職、大学、っていうそのタイミングでちょっともう一回集まりだして、い。うんうん。で、がっつりセンターザマイクで決めて活動し始めたって感じですね。大まかに言うと。最初にスタートしようって言い出したのは誰なんですか？センターザマイク自体は、僕が一人でこう曲とか書いてて、ああ。で、でもせっかくこうみんなやっぱ中学校から一緒にラップしてきた奴らがおって、で、なって、みんなで曲書いてみたいなっていうか、もうだから、ちゃんとクルーにするって思ったわけじゃなくて、とりあえずみんなと曲作りてえなってなって、で、みんな声かけたら、やるやるやるってなって、その最初に、曲作った10人が、こう、ちょっとクルーに、うん。なってたって感じやな。なるほど。中学校の時は、最初に、
まあ、こういうふうに始めようよって言ったのはどなたになるんですか？は、その、今沖縄に住んどるやつがおるんですよ、はい、メンバーで。はいはいはい、沖縄に住まれてるんですか？はい、琉球大学に通っとるやつがおって。そうそう、そいつが最初フリースタイルにもうバーンハマって。うんうん、で、なんかみんなやろうや、みたいな。やろうぜってなっとった。やろうぜってなっとった。そうそう。ね、あの、まあ、私たちの時はですね、まあ、私はあのブレイクダンスが同じような感じで流行って、もうやりたいやつやろうぜってモテるだろうしみたいな感じでやったんですけど、似たような感じっちゃ感じかもしれない。そうですね、まあ、結果の残し方が僕とは違いますけど。全然まだそうやって始められたんですね。はい、じゃあ休み時間とか、まあ、放課後とかそういう、まあ、会うたんびにこう何人かでやるみたいな感じですか？そうですね。でも結構でももうやりだしてから毎時間ぐらいやれよったっすね。あ、そうなんですか。はい、休憩時間あったらとりあえずみたいな。授業行けそうなやつあったら行っとくみたいな。うんうんうん。それ名乗りです。あのラップをしようと思って、まあ、10人集まったわけですけど、その10人であのラップが苦手な人も最初は いらっしゃったじゃないですか。ああ、もちろんそのめちゃめちゃ音痴なやつもおるし。そうですよね、絶対10人集まってみんながみんな上手いわけじゃないじゃないですか。はい、はい、誰とは言わんすけどいやでもその、はい、まあでももちろん最初はみんなその全然ラップフリースタイルとかもできんし、うん、でまあそれこそいろんな動画見たりとかやっていくうちにだん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 こうやっぱできるようになっていって、もう本当に中学校の頃から考えたらほんまに全然もうスキルとかって言い方したらもう全然違うし、最初に挙げたその10人でのマイクリレーの曲見て、はい、で最近の自分らのマイクリレーの曲とか見てって見比べたりしても、まあ昔のも良さは良さあるんですけど、もう全然やっぱクオリティっていうか成長したなって感じですね。うん、ラップってあのこうまあ、すごく狭きもんじゃないですか、正直。まあそうだと思います。選ばれる方とかその有名になれる方とか、まず結成して活動するっていうこと自体もハードルが高いし、それをされててでいろんなところで今ライブも時々されてらっしゃいますよね。そうですね、させてもらってます。それがすごいなと思うんですけどまたあのコラボされたりもしてるじゃないですか。そうですね、コラボされてる方もでもすごくないですか？ああ、あの、ライブでってことですか？はい、そうです、そうです。ああ、それはもう。なんでそんな風なつながりが、しょっぱな初めて、スタートアップでなかなかそういう風にならないと思うんですけど。まあ、その、街、まあ、その、ラッパーの方がやってるコーヒー屋さんとか、はい。その、まあ、今度ちょっと行ってみてほしいんですけど、はい。その西口にあるんですけど、岡山駅の、はい、なんていうとこですか？まあ、エンパイアコーヒーっていうところ。名前聞いたことありますね。あ、もう本当ですか？はい、そうですね、もうだからまあラップ始める前とかから、クルー結成する前とかから、はい、まあそこに行かしてもらったりとか、うんうんうん、まあいろんなところに遊びに行ってましたね。なるほどですね。こうラップってこう言葉を紡ぐじゃないですか、ずっと。はい、いろんな経験がないと絶対出てこないって僕の中で思ってるんですけど、やっぱりそうですか？そうです、間違いないです。そっからっすね。あと頭の回転が良くないと出てこないんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですか？いやでもその日常会話ままならんやつもおるんですよ。あ、そうなんですか？いや、そのなんか普段こんな感じなのにラップしたらめっちゃこう、こんなこと書くんやみたいな、もう俺らは慣れたっすけど、はい、多分その思うようなやつもおると思うし。なるほどっす。じゃあまた別物なんですかね。なんすかねもう分からんっすけどね、人それぞれみたいなとこは結構あるんじゃないか、うん、もうでラップって正解もないですもんね。はい、まあでもそのところとやっぱ俺ら、まあ俺らっていうかまあほとんど皆さん多分そうだと思うんですけど、まあみんなと遊んでとか、まあそれこそまあさっき言われたいろんな経験を全部そのままリリックにしとるわけなんで、はい、もうその
遊ぶことも友達となんかすることも全部がつながるって感じですね。うん、僕にも。なるほど。そうなんですね。あのラップを始めてから、はい、あの苦労されたこととかお二人それぞれ聞けたら嬉しいんですけど、まずじゃあ葵さんからいきますか。はい、そうですね。まあ最初、まあまあ今もそうなんですけど、もうとりあえずこうやりたくて仕方がないみたいな、はい、そのみんなと曲作りたいし、俺も音楽やりたいし、まあ、みんなと遊びたいし、はい、っていう気持ちでもう最初始めて、うん、でまあそのそれこそそんな感じで始めたんで、まあそのいろいろなんていうんですかね、まあ大変、まあ楽しいけど大変だけど楽しいからいいやみたいな感じなんですけど、はい、まあでもその一人一人の曲とかマイクリレーの曲にしても、まあ、レコーディングしたりとか、まあ何が一番って言ったらちょっと時間が欲しいですね。いろんな、なるほど、はい、結構、まあ、12月皆さん吉備町長にいらっしゃるわけではないんでしょ。だって沖縄の方が一人いらっしゃって、ね、はい、岡山市内に住んどるやつもおるし、はい、みたいな。でまあみんなそれこそ全然俺もリンクスもだいたい収録で働きながら、うん、その、まあ、夜は音楽やったり、うん、週末は音楽やってみたいな感じの生活になるんですけど、まあみんなが基本的にみんな仕事しとって、まあ大学行っとるやつもおってってなって、はい、まあ両立っていうか、まあ音楽に費やしてる時間っていうのはまあ限られとる中でやっとんで、うんうん、まあ大変なのは大変ですね。なるほど。そうですよね。まあ今まだこうね、Zoom とか携帯とかでこう繋がれるのは繋がれるかもしれませんけど、一緒に練習したりとか難しいでしょうしね。そうですね。まあだん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 こうやっぱ僕ら今22の年なんですけど、はい、まあいろんな、まあ今年就職とかのやつもおるし、やっぱそういうのがあったりしたら、はい、まあ就活とかもあるしってなって、まあメンバーみんなで動けるっていう時間はだんだんやっぱ少なくなっていくんかなっていう。なるほどですね。わかりました。ありがとうございます。リンクスさんはいかがですか。苦労したことっすよね。はい、今してることでもいいですよ。イベントとかも自分らで開くようになったんですけど、うん、やっぱその知ってくれとる人は知ってくれとんですけど、そっからどう広めるかとか、あ、なるほど、そのライブの集客とか、でもそういった部分がちょっとまあ頑張らんとなっていう感じ。うん、なるほどですね。もう私も一緒です。あのラジオもっといろんな人に聞いてほしいんですけどまだまだなので、まあ、いろんな発信方法がある中でやっぱりこうね、強みを出していかないとなと思ったりするんですけど、でもこの素晴らしいなと思うのはやっぱりこう活動をずっとされ続けてるのがすごいなと思いますし、インスタグラム皆さん、あのまたここで貼らせてもらいますけど、あのフォローしていただけたらなと思うんですが、あのリール動画とか見たら結構再生数いってますよね。イエイ。ああ、まあ、あの僕にとっての結構とお二方にとっても結構違うかもしれませんけど、いやまあどんどんやっぱ上がってきてるのは上がってきてるんで、はい、それはほんまにありがたいことだし嬉しいし頑張れるし、うん、撮り方もめちゃくちゃうまいですけど、プロの方がされてらっしゃるんですか。まあ頼んどるやつもあるし、まあでも基本的に全部自分らで撮ってって感じです。すごい、自分たちでっていうところがすごいですよね。で今日収録してくださってる場所も、はい、実は、ちょっと紹介してもらっていいですか。僕らの地元にある元レストランだったところをみんなで借りてレコーディング室にしてます。いや、すごいですよね。後ろの、あの文字が書いてあるところなんですよね。そうですね。まあここ結構そのなんていうんですテレビあったりスイッチあったり、はい、ソファーあったりこたつあったり、まあ、冷蔵庫とかあるんですけど、もう家ですね。そこで生活する人がいるんじゃないですか。いやまあでもちょっと前とかまではほんまにもう毎日来とったっすね
楽しいだろうな、絶対いいと思います、ね。で、向こうの部屋もあるんですけど、はい、レストランだったんで、まあ、その飯食うところを、はい、その DJ の機材とか置いて、ちょっとその、まあ、広いスペースが、ね、ライブの練習とか、はい、環境はほんま恵まれてます。そこにはあの一般の私たちは見に行ったりはできないような場所なんですか？いや、全然もう誰でもウェルカムです。すげえ全然ウェルカムです。すごいですね、うん。まあ、場所もし公開していただけるのであればまた、ああもうぜひぜひ遊びに来ていただけたら、はいはい、分かりました。じゃあまず最初のちょっと CM に入らせていただこうと思うんですけど、また CM の後もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ CM 入ります。 CM どうぞ。 76.1 La 76.1 de la FM. Eso ma. Sí, Dios. Y FM Cosa. CM 開けました。TN コロジーでございます。引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。かっこいいですね、これ。僕もやりたい。ポーポーあの、ポーポーって言うじゃないですか。あれって意味があるんですか、はい、ポーポーって言うのって。いや、もうなんか、あれやな。ノリみたいな感じですかね。そう、あげよう。いや、ほんまに僕もやりたいんですけど。いや、もうぜひぜひ、ぜひ使いましょう。使わせてもらいます。どのタイミングで言ったらいいですか、はい、あの、あげあげみたいな感じの時に言ったらいいですか。いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ポーポーポーみたいな。いや、もう自由っす。決まりはないですね。なんでもいいです。よーみたいな。フリースタイルっす。なるほど、なるほど。あの、お二人が、まあ、今回あの、はい、お二人がというか、まあ、メンバー皆さんですけど、この MC バトルみたいな形でもされるんですか？歌がメインですか？いや、今は歌がメインですね、はい。あ、今はってことは前はこうディスリアイみたいな感じでやってたんですか？それこそ楽曲をその YouTube にその出し始める前まではずっと MC バトルばっかりそれしかしてなかったやってたんです。え、そうなんですか。そっから歌に変わっていった感じなんですね。そうですね、もうなんかもうみんなで悪口わやようたっすね。そうなんですね。まあ相手を知ってないとできないですもんね。はい、そうですね。身内のあれです。だからまあクルーだけで10人おるんで、10人でみんなでトーナメント組んでみたいな感じでやってましたね。はい、でみんなでその他の人たちが評価するみたいな感じですか？そうですね。誰がいつも勝ってたんですか？いや、結構バラバラなんですよ。バラバラ。ああ、その時によって。そうですね。はい、すごい。中学校卒業して、高校入って、その、まあ、普段から会わんくなった時に、こう、年に2回ぐらいはみんなで集まって、MC バトルの大会するみたいな。を3年間やっとって、って感じでした。今はもう全然しないんですか、バトルは。もう全然してないですね。それこそね、大会とかあったら出る、はい、たまに出るみたいな感じなんですけど、もう年、ね、1、2回とかですね。なるほど。なんでその歌に変えようってなったんですか？まあなんかそっちの方が楽しくなったっていうか。はい、やっぱ周りの人に見てもらえるっていうのも含めて、その発信できる環境が、まあ、今あるんで、うん、なるほど。そっちに重きが向いたって感じですか。こう歌とかでこう、ポー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 。あー、そんな感じ。合ってますか？ポー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 。ちょっと手を教えてください。いや、もう適当っすね。もうこうやってやったり。別に何やってもいいんですか、こうやって。もうポーポーって感じです。はい、うん、かっこいい、羨ましい。ポーポーなんか元気出ますね、やったら。あ、そうですね、もうそんな感じ、ね、やりたい。あのその歌を、はい、あの広めていくときに、あの歌詞が僕めちゃくちゃ好きで、まあ岡山弁を結構使われてるじゃないですか。そうですね。ね、それが、まあ、はい、こう自分の
本心から出てる言葉とかっていう風にすごく感じやすくて、うん、僕はめっちゃ好きなんですけど、岡山弁って、まあ、岡山弁にこう愛着があるから特にそうだと思うんですけど、はい、あの歌詞とかもその誰かを思った言葉とかっていうのが結構多いじゃないですか、うん、それはすごく意識されてらっしゃるんですか？まあそうですね、まあ大体もう街、それこそセンター・ザ・ライフっていう、はい、あのほんまに街のことを歌った曲があって、はい、まあそれとかはもうほんまに街へのジャスタっていうか、まあ街への恩返しもあるし、まあ自分らが街にもう思っとることっていうか、まあこんな街あるぞっていう、うん、まあ、全部その自分らの思っとることをどの曲もそうですね、嘘は言ってないです全部、うん、はい、意識っていうかもうでもラッパーみんなそうだと思うですね。確かにそうですね、こう何かに思いがあってされることが多いですよね、うん、あのこの番組もラッパーさんとのご縁が結構あってですね、うん、以前にはこうボンズさんとか、あとはあの相乗りっていう番組に出られてた純喜さんはラッパーさんなんですけど、純喜さんがこう出てくださってラッパーとして活動されてる中でいろんな話を聞かせてもらったりとか、もうラッパーさんに会えば会うだけも好きになっていくんですよね、はい、でも自分も真似してできるからあの結構聞く機会がやっぱり増えるんですけど、こう普通 の、 この普段聞いている J-POP とか、はい、また洋楽とかとはまた全然違う種類なので、うん、こう独特ではあるんですけど、思いが一番入ってるのがラップだと僕はやっぱ思うんですよね。僕らもそう思ってやっとるっすね。それに惹かれたっていうのがやっぱあるんで、うん、結構あのファンの方とかでもあの何をきっかけに好きになっていってもらうんですか？その皆さんのキャラクターの人もいれば、うん、歌詞とか、うん、学長とかいろいろあると思うんですけど、どんな方が多いですか？一番はやっぱ友達じゃないですかね。ああ、なるほどなるほど。音楽やる前からの友達とかがやっぱ今も、うんうんうん、音楽を応援してくれるとか好きって言ってくれるとか、なるほど、まあ、それが一番多いですかね。そう、あとはやっぱこう吉備中央町とまあ田舎のマジでちっちゃい町なんで人も少ない、その町の人はほんまにめっちゃ応援してくれるし、その言葉とか聞いてマジでやる気出るしね。ああ、なるほど。あの結構あの沖縄の皆さん知っていただきたいんですけど、吉備中央町って岡山の中では県北っていう位置になるんですかね、どっちか言うと、うん、まあどっちか言うと多分そうなります、ね、少しこう離れたところにあって、で人口もそんなに多くないですよね。少ないです。で、まあ、言い方としてはまあ田舎とかっていう風な、まあ、岡山自体が結構田舎ですけど、その中でも、まあ、人口少ないし、まあ、有名なところもありますけど、県外の人たちから、まあ、倉敷は有名だけど吉備中央町をまだ知らないという方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思って、うん、そこでこう吉備中央町を盛り上げたいという思いもあってされていらっしゃるんですよね。はい、吉備中央町にあのぜひこうやって来てもらいたいですよね、知ってもらえることによって。そうですね、ぜひ。今やっぱりこうご年配の方が増えてきてますか？そうですね、増えてきてるですね。小学校とか中学校も最初何個あったかな、俺ら5個ぐらいあったっすけど、俺らの3つ上4つ上ぐらいからこうもう1個になって、はい、でそれでまあみんな同級生になれたっていうかあれがあるんですけ ど、はい、で今ももう小学校とかも9個あったのがもう3つになるようですね。3つですか？はい、どんどん少なくなってるんですね。廃校だらけっす。そのやっぱりこうまあ人数が少なくなればなるだけ絆も深まっていきそうだなと思ったりするんですけど、そうですね、結構吉備中央町の中ではその、まあ、同級生とかはみんな仲いいっていう感じですか？はい、いやもうみんな友達っす。やっぱりそうなりますよね。はい、もう成人式がこういったらもう全員知っとる確かに全員知っとるやつしかおらんって感じっす。
で、そういった人たちがこうやっぱ表に出てやってくださるのはすごく嬉しいですね。はい。で、まあ、それこそまあでもみんなやっぱ同級生とかも県外とかいろいろ出たりとか、はい、キビ町長出たりっていう人がやっぱ多いんで、その残っとる俺らは多分ほんまに絶滅危惧種やなと思うすね。こっから増やしていきましょうね。はい。まあでも岡山注目されてますからね今。ああなんからしいですね。はい。もう首都を岡山にしちゃおうみたいな動きもあったりしますから。もうなんかキビ町長地盤家庭系。あ、キビ町長すごいって言いますね。はい。あのダムとかもあるし温泉もあったりしますよね。温泉あるっす。あるっ。でもあるある。ああれか。温泉あるっす。もう来てもらったら多分今東京からとか都会からこう岡山とかに住まれる方が増えてきてるっていうのはよく聞いて。ああ多いっすね。ほんまに多いっす。うん。でそういうその移住してきた人たちのイベントとかもあるんで。どんなイベントなんですか。そのなんか東京とかから岡山に来てその農業とかやっとる人らが自分のそのお店とか出して、はい、音楽やったりご飯食べたりみたいな、そういう集まりがあるんです。すごい。それはあの県外の人でも参加できるようなイベントですか。誰でも、まあ町内の人が多いですけどみたいな。これもっと知ってもらわないといけないですね。日々中央社の良さ、いろいろあるっすね。まあほんまにいろいろ知ってほしいですね。なんかこれ他の県とかにはあんまなさそうだなみたいなことってあります？日々一応ちょうどね。まあでも結構その俺らの曲聴いてもらったらわかるかなって感じ。はい。もうそれそこにまあこういうのがあるよっていう、そこに結構まあ思いやらこんなええ場所があるでみたいな、ないものもあるけどみたいな、はい、ないからこそええものもあるでみたいな、ね、ちょ何もからなって。いや本当に聞いてもらえたらなと思います。あの、はい、一番何で見るのがいいですかね。 YouTube ですか、 Instagram とかですか。うん、まあ、YouTube が一番いいんじゃないかなと思うんですけど、撮影とかもキビチオーチを使って結構使っとんで、ほぼ、ね、なんでやっぱこういうとこあるんじゃみたいな感じで見れたり、場所も分かっとったりするんで、やっぱ YouTube のミュージックビデオが今はやっぱ要チェックです。要チェックです。ポーポー見てください。これからあのこんなことしていきたいなとかっていうのはあのそれぞれあると思うんですけど、一人ずつお伺いしてもいいですか。はい、はい、じゃあこのリンクさんからいきましょうか。はい、こういうことしたいな、ゆうち。はい、まあなんかヒップホップのラップっていう形でそのなんか俺らはいろいろ発信していきょんすけど、そのジャンルだけじゃもっととどまらんぐらい、うん、このフェスとかそういうのでも自分らの魅力っていうか街の魅力とかも伝えていけたらなって、もっと幅を広げていきたいです。なんかこんな風な幅の広げ方したいなとか、次これもやってみたいみたいなってあります？そうですね、なんか地元のイベントとかであのフード出しとるメンバー持ったり、うん、それこそなんかいろんななんていうんですかね、コミュニティがあるんで、なんだろ、音楽だけとは言わずみたいな、そのセンターズマイク、吉備町をどんどん広めていきたいな。すごい。22歳で気づかないですけどね、普通。すごいですよね。葵さんいかがですか。そうっすね、まあでもほんまにもう思っとることは一緒だと思うんですけど、うん、まあプラスで俺はもうみんなで楽しくやれるのが一番っていうのがあれですね、うん、まあどん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 こうやっぱ上に上にって言って目指していく、もちろんそれを目指して気持ちでやっとんですけど、はい、まあでもほんまにみんな楽しく活動できていけたらそれが一番いいなっていう感じですね。そのヒップホップだけに限らず、うん、みんなで遊ぶのもそうやし、そのヒップホップクルーはヒップホップクルーやけど
吉備中央町のセンターザマイクっていうかっこええ集団みたいな、うんうんうん、かっこええ愉快なおもれえやつらみたいな感じで、皆さんがこう一般の人たちがとか若い子がこうなりたいなとかやってみたいなっていう姿を体感してくださってるような感じですよね。なかなか踏み出せないじゃないですか、正直。うん、それを実際行動に移して、そのやられたのはやっぱ仲間の力ですか？間違いないですね、うん、もう仲間ありきの話です。全部今までやってきたこともこれからやっていく話も、うん、はい。あのお友達がこうできないっていう風な、はい、こう今までも、何回かもらったことあるんですけど、うん、その質問というかコメントでいただいたことがあるんですけど、そのお友達の作り方っていうことで悩む子って今すごい増えてきてるみたいなんですよ。でそういった子たちになんかこれしたらいいんじゃねみたいなのあったら教えてもらえたら嬉しいんですけど。ある。いやー、なんじゃろうな。でもそんななんかいっぱい作ろうとか思わずに、うん、なんか自分がなんかその一緒におってあなんかこの子とおったらええなみたいな、そういうのを感じたときに、うん、なんか話しかけてみるとか。なるほど。その一歩だけじゃないっす。わからんっす。やっぱ話してみるとわからんっす。うん。みんなに好かれる必要はないですもんね。はい、そうです。自分と本当に気の合う人たちをこう探せば、はい、そういう人を大事にしとけば。しかもさっきあのプロの人たちが言ってたことなんで間違いないと思うんですけど、あの自分の言葉がコミュニケーションが苦手でもこう取れる行動とかってあったりするってことですよね。そうですね。なんかもう、ね、好きなものだったらとか、まあ好きなやつらとだったらっていうのはあると思うんで、うん、まあでもやっぱここじゃないですかね。ハートですね。はい、心ですよ、ね、大事だと思うっす。ちょっと勇気を出してみる。勇気ですね。はい、まああの勇気をもらえる曲なので、ぜひあのそういった子も聴いてもらえたら勇気もらえると思います。ぜひぜひ。あ、自分らしさってこうやって出せばいいんだなっていうのが多分分かると思います、うん、自分らしさしか出してないんで全員。うん、そうですよね。はい、もともと皆さんそういう性格ですか？まあ基本そんな感じっすね。あんま変わってないですね、みんな性格は。うん、昔から、うん、変わってないけど、まあちょっとその幅が広がったみたいな、タイプは一緒じゃけど進化したみたいな、うんうんうん、感じですね。ありがとうございます。じゃあ2回目の CM に入りたいと思うんですけど、CM コールをお願いしてもよろしいですか？いきなり無茶ぶりですけども。ええ、何でもいいですよ。CM どうぞでも何でもお任せします。じゃあちょっと一旦 CM 入ります。どうぞ。お願いします。CM 明けました TNA コロジでございます。この番組は毎週日曜日朝8時から放送させていただいております。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。ここからはですね、少し質問が、来てますので、質問にお答えいただけたらありがたいなと思います。うし、はい、まず一つ目ですね、ラップは韻を踏むところがないとラップとは言えませんか？韻を踏むのが苦手ですっていう質問ですね。多分ラップをしてらっしゃる方なのかな。あ、はい、年齢とかもちょっと書いてないのでわかんないんですけど、どう思われますか？そんなことはないと思います。韻踏まなくても別にラップだと思います。なるほど。韻を踏むのが苦手、韻を踏まなきゃっていうイメージが強いのかもしれないですね。うん、まあ多分それはまああるかもしんないですけど、でも別にそんなとらわれる必要はないとは思うんですけどね。うん、こうなんかバトルとかになれば韻をうまく使った方が評価が高いとかそういうのもあるんですか？まあそのほんまに時期とかにもよるんじゃないですね。まあでもまあ俺、はい、僕は
結構その韻踏むタイプ、まあ、楽曲もフリースタイルもそうなんですけど、まあでも踏めたに越したことはないじゃないかもしれないですね。そのメッセージいろいろ言いたいことあってプラスイン踏めとったらよりいいっていうのは確かにあるかもしれないです。うん、インって踏めるようになるにはどうしたらいいんですか？もうひたすら踏み続けることじゃないですかね。あ、考えて、あ、これはこうかなっていうので試してみるっていう繰り返しってことです。うん、もうなんかその日常的に踏んでいくみたいな。そう、うん、友達とじゃ あれで踏んでやみたいな。それで踏める、あ、でもそれで踏めるようにならないとあれなんですかね。そんな感じっす。 あとフリースタイルもほんまずっとやりよったんで、はい、だん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 できるようになっていったって感じっす。続けたら踏めるようになるんじゃないですか。間違いない。数をこなしてもらえたらいいですね。はい、ありがとうございます。続いての質問いきますね。ラッパーさんや今最近流行っている、帽子のシールを剥がさないのはなんでなんですか？かっこいいと思って、かっこいいと思って真似はしてるんですが、理由わからなくやっています。わかれば教えてくださいってあります。いやー、でも最近じゃないですか、これ。うん、キャップのシール、僕は剥がす派なんで。そうなんですか。はい。もう全部剥がすんで。結構、あの、貼ってる人、今、多いですよね。うん、まあどっちでもかっこいいと思うんですけどね。なんか自分が好きな方をやれば別になんかその貼っとったらいけんとか、うん、貼ってねかったらいけんって言って、なん貼ってねえ方がいいとか別にそういうのないと。どっちでもいいですね。自分がしたい方が正解ですね。はい、もう自分がいけとると思ったらそれを貫けばいいんじゃないですか。多分理由としては多分その海外のそのまあ有名な、はい、肩とかが、まあ、貼ったままにしとってとかで、そういうのでだったと思います、確か。あ、そうなんですね。はい、ありがとうございます、丁寧に答えていただいて。はい、次の質問いきますね。はい、次は、まあ、年齢は書いてないですけど性別が女性の方で、ラッパーになりたい、ラッパーになりたいけど女性がまだまだラッパーの中で少ないと感じています。女性ラッパーとして有名になっていくために何をしていくのがいいと思われますかっていう質問です。まあでも男性も女性もやることはそう変わらんと思うんですけどね。ほんまにやりたい気持ちとやり続けることが全部やっぱつながるんじゃないかなと思いますけど。まだまだ少ないですか、女性のラッパーさんって。まあ増えた方っちゃ増えた方じゃけど、けどまだ全然男女比で比べたら、うん、男の方が多いんじゃないですか。がっつり。YouTube とかね、TikTok とか見てたら女性の方で有名な方も何人かいらっしゃったりしますけどね。全然かっこいい人は男性女性か関係なくかっこいいしって感じですね。だから全然やりたいってなったら、やるべきだと思います、僕は。ありがとうございます。あ、もう一個ありますね、ごめんなさい。ラストの質問ですね。今度はお母様からですね。子供が、ラップが好きでラッパーになりたいけど、あの、どういったところで教えてあげたらいいかとかっていうのが悩んでらっしゃるんですね。教室があったりするんですか？多分そういう意味かなと思ったんですけど。まあなんかできたりしとんじゃねえかな。まあそういうスクール的なのはあるんかもしれんすけど、でもやっぱその自分でいいのを見つけるっていうか、その YouTube とかでも今いっぱい見れるんで、自分の好きなラッパーの曲を聴くとかで自分でちょっと曲書いてみるとか、なんかそう自分でできる簡単なことから始めたら。なるほどですね。そんな大きく出なくてもできることって多分いっぱいあるよということですね。うん、まあ実際に皆さんがそうですもんね。そうですね。誰かに教わったわけじゃないですか。自分の好奇心に身を任せてみたいな感じですね。だからお母さんができる
なったらもう YouTube を見れる環境を作ってあげるとか。確かに。YouTube を見せ、あとはまあいろんな体験させてあげたりとかがいいかもしれないですね。そうですね。いろんな経験は。野外のイベント連れて行ってあげるとか。ああ、いいですね。ヒップホップのライブとかもし見に行けたりする、あれが一人じゃあれとかだったら一緒に行ってあげるとかもいいかもしれないですね。なるほど。お子さんとかでも、あ、いますよね。でもちっちゃい子とかでも全然、いや、まあ、いますね。すげえなって思うしね。あ、すごいなって思うところもやっぱあるんですね。あるっすね。自分らがこの年の時全然ヒップホップとか知らんかったしなみたいな、知っとってもここまでの行動力はないじゃろうなみたいなのもめっちゃ思うし、うん、うん、そんな感じです。ありがとうございます。質問いろいろこういうふうに答えてもらえてありがとうございます。いえいえ、大丈夫。ここからの時間はですね、まあ、お二人が今後あの活動していく中で、あの今聞いてくださってる視聴者さんに向けてですね、うん、あの知ってほしいこととか伝えたいことがあればお一人ずつお願いできたらなと思うんですけど。はいはい、そちらからでも構いません。よくよく、ちょっと、あとがいいんだよ。なんか最後決めたいらしいんで、ちょっと僕。わかりました。そうですね。まあ、僕らが一番何をって言ったらあれですけども、とりあえず、まあ自分の思いとかを全部曲にしてるんで、もう言ってる、歌ってることにはもちろんその自信があってこっちも発信してるし、みんなに聴いてほしいし、まあそうですね、やっぱ何より曲を聴いてほしいですね。僕らのことを知るっていうのもやっぱ曲を聴いてもらうのが多分一番早いと思うし、うん、そのまあ、ヒップホップって素晴らしい音楽っていうこともそうですし、もう仲間の大切さ、もう自分の育った町の大切さとか、そういう自分らが感じてることのことをみんなにもこう共感してほしいっていうのがあるし、うん、まあ仲間の存在は偉大だっていうのが僕は一番、うん、多分歌っとることも多いし思ってるのが一番強いですね。なんでぜひこの僕らの曲を聴いて何か感じるものとかがあったら一番嬉しいかなって思います。ぜひまず聞いてもらえたら、まあでも本当に聞いたら分かると思いますね。あのそれぞれ捉え方はあると思いますけど、はい、僕はもうドンってすぐハマりましたね。ありがとうございます。こう思います。本当に葵さんの中であの、はい、自分たちが作った曲で一番自分の中で好きだなっていう曲は何ですか？そうですね、マイクリレー、うん、まあこの間、まあ、ちょっと前に自分ら10人クルーのアルバムが出たんですけど、はい、この曲で言ったらもうやっぱらしさ全開っていうのはやっぱ We Are 超やべえっていう、うん、僕が一番好きなやつ、うん、結構人気あるんですよね曲の中でも。好きだなっていう方が多いって言われてましたね。はい、ライブとかでも結構楽しいって言ってくれたり、うん、一番盛り上がるんじゃないですか曲の中では。あ、結構上がるっすね。うん、かそのやっぱ街のセンターザライフっていう曲、はい、うん、そこが結構2強っすね。なるほど、ありがとうございます。まあ全部好きっすけど、うん、ありがとうございます。じゃあリクスさんお願いします。え、あれやろ、聞いてくれる、あ、そう、今聞いてくださってる方に向けて、はい、何でも大丈夫ですけど。メッセージ。あー、そうっすね、なんでろうか、まあ、もうあと言ったでいいかも。いやー、まあ、まあなんかそう、なんて言うんだろう、こうやって話しようって、うん、伝えれんような言葉も、その曲だったら伝えれとるとか、その普段生活しとったら口に出さんようなこともその曲で感謝とか伝えとるっていうのがやっぱ一番なんで、やっぱ俺らは
そのラッパーとして曲を一番伝えたい、届けたいっていうか、ちょっとでもなんか元気になってくれたりしたら俺らも嬉しい。うん、それが一番ですね。なるほど、ありがとうございます。結構あの言葉でこうラップで伝えるっていう方法に押されてますけど、あの言葉で苦手な人とかでもいろんな表現方法ってありますもんね。うん、うん、それのこう知ってもらうきっかけになったらいいなと僕も本当思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあグループとしてのこう PR があればここでお伺いしたいなと思うんですけど。そうですね、まあ先ほどさっき言った通り、僕らのアルバム Again センターザマイクとしてのファーストアルバム Again が、CD もサブスク配信もどちらもあるので、ぜひその曲をチェックしてほしいです。そして聴いてなんかちょっとでもわあこの人らおもろいなとか、この人らの曲気になるなとか、もう機微調整って言ってみたいなとか思ったりしたら、もうなんか反応くれたり、機微調整にもぜひ遊びに来てほしい、うん、僕らが出迎えるんで。もうすごもうぜひぜひここにも遊びに来てほしいし、連絡くれたら何でも案内するしわあすごいですね、ありがとうございます。あの、はい、ライブとかも告知をインスタとか追っかけてたら一番わかりやすいですかね。そうですね、インスタグラムが一番発信としては見やすいかなと思います。センターザマイク、僕はマジで見に行きますよ。はい、絶対行きますよ僕は。あ、お願いします絶対行きますよ、ぜひお願いしますまあ一ファンとしてぜひさせてもらえたら嬉しいですね、はい、今後もあのアルバムをこう増やしていったりとかされる予定ですよね。そうですね、配信もするし CD も作るし、ガンガン日々町長だけじゃなくて岡山ヒップホップ界隈限らず全体盛り上げていこうと思うんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。ではですね、最後になりますけど、今回流す曲の紹介をしてもらえたら嬉しいんですが。はい、センターザライフ、俺らが育った日々中央町、成人式の時に10人で書いた曲です。何にもねえ街かもしれんけど、この街には自然もあるし俺らもおるし、めちゃめちゃいいところもあるっていうのが存分に詰まってるんで、ぜひチェックお願いします。センターザライフ、ぜひあこの後流させてもらいますので、ぜひ、聴いていただけたらなと思います。 YouTube の方はですね、はい、検索していただいたり、あとは、Apple Music で見ていただけ、聴いていただけたらなと思います。インスタからでも見れるし、まあ、いろんなとこからいけますね。はい、はい、ぜひあのフォローしていただけたらなと思います。お願いします。今日はですね本当忙しい中来ていただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ファンとして、私もこれから活動していきたいと思いますので、うどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。大きく、もっともっと大きくなった時にあの僕を見捨てないでくださいねいやこちらこそ、それはお互い様す、ね、お互いに、はい、お互いにこうなんか協力できたら と思いますので、よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来ていただけるの楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、では皆さんさよなら。さよなら、沖縄の皆さん、キビチョウチョ。ただただの山ある田舎の町で、子供や年寄り皆が育ち、昔は走っていた学びや校庭、盛り上げていく頑張りましょうね。キラリと光る宝石たち、口もパンパン頬張りだし、誰も止まらんその手と食欲、宇宙になったみんなが黙食、の息かようで休めゆったり、みんなも来ればきっとグッタイム、寂しくなるなこことグッバイ、空気吸ってすぐに本来。俺はこれからもこの街と共に、子供から大人人生の節目、個性を磨くと心に誓う、広がる自由な未来に飛躍、支えてくれた両親に感謝、今まで募ったたくさんの恩恵、当然あるよ仲間への尊敬、聞いてくれ俺らの最高の音源。バス停に何時間待てばいいんだ、見に行ってみらしい深くに近海、一番固めで怒らない震災、やっぱうめえな地元の新米、街照らしてる大きい太陽、マスコート変装ピやっぱいない、点滅信号に消える街灯、俺ら前フットに送りたい愛情、電車もねバス少ね、
1個もそんなに歩いてねえ。カラオケねえ、マックもねえ、もういいな動物うじゃうじゃ。夏くそ暑いし冬くそ寒い、不便極めて一文なし。でも自然がある、仲間がいる、やっぱり地元が一番いい。ヘッドタウンレップして音楽作り、もう立て輪になるホンダと鈴木。かわいいあの子は持ち帰りとか言ってた自分も彼女持ち。松茸は余った分だけ、余った分ならばお裾分け。センターオーダー特大イノシシ、危険感じる俺らの命。ピンポン置かずに勝手にホーム、ボールを打ちにせずインザソーム。ジジババあったけ沖縄、そんな小さな街の遊び方。空見ろ自然のプラネタリウム、愛する街ライカースタリスク、体重一発向けるライフル、引き続きと届ける世界中。語りだすか週末ウィーク、街に待った中になった達の人、生まれついた俺の街は日々中上緑ばっか田舎だった今の俺はランパ、ただ見ついたその先のゴール、それは音楽、音の方に進んでただ気づかしょったローカル、一人で曲を歌う、それが俺のジンクス。おいぶちかませよファストマイクリンクス。神竹と呼ぶ山と日々高原、愛だってここの街で日々表現。理想も希望も安定さす地層、知能も昨日より日本語でヒット。ブルーな気持ちするベリーナイスにグリーン、は育ったライフに培ったベース、我らが歌謡帳、過ぎ去る前に全部奪おうと。電車もねえ、バス少ねえ、人もそんなに歩いてねえ。カラオケねえ、マックもねえ、森には動物うじゃうじゃ。夏くそ暑いし冬くそ寒い、不便極めて一文なし。でも自然がある、仲間がいる、やっぱり地元が一番いい。キル宇宙王朝、森には宝石仏法像、岡山の真ん中山中、なんだかんだ居心地はナンバーワン。高級車とかオープンカーより軽トラ箱乗り常習犯。グッバイバイじゃなティーネージ、新生児いずれはヴィンテージ。俺ら岡山生まれクソ田舎育ち、町中の種が全員友達。中学同期わずか80人、そっから響く声が町中に。年配ちゃうベテランで先輩、限界ね俺らが新世代。しっかり見てきたぜ20年間、チャスループレプレゼンするセンター。電車もねバス少ね、人もそんなに歩いてね。カラオケねマックもね、森には動物うじゃうじゃ。夏くそ暑いし冬くそ寒い、不便極めて一文なし。でも自然がある、仲間がいる、やっぱり地元が一番いい。